はい、こんにちは。西尾新プロジェクト偽物語スピコット買ってまいりました。これでよくある多分フィギュアがあってボタンを押すと喋るやつだと思います。ラインナップはこんな感じ。こんなかとこんなかですね。まあ私が欲しいのはまあ忍ちゃんかガハラさんか月日ちゃん。まあ特にね今回ガハラさんの出来が超いいんですよ。だからガハラさんが欲しいですね。あれがねねアルタイルベーガこれ大座かわかんないわかんない、仕切り直して。あれがデネブアルタイルベーガ。おー、ナデコか。戦国ナデコ来たねナデコ、ナデコストライクだっけ、全然違ったらごめんね。あ、出来がいい、超出来がいい。やばい、これもっと買ってくればよかった。すーげー出来がいい。見て、戦国ナデコ超かわいい。いやー、なでこはやっぱね、お寺のね、あそこに行ったシーンがいいっすよね。いやー、じゃあちょっと音声をパイルダウンしてみますか。ほい。ベッドの上以外に座ったらダメ。なでこだよー。なでこだよー。来たねー。いや、これ、やべえ、コンプリートしたけどあれ。ベッドの上以外に座ったらダメ。なでこだよー。いや、やっべえ、これ、コンプリートしたくなる。なんでこうだよ。いいね、どーん。こんな感じでね、やっぱりね、でも喋るギミックがあると、置いた時にね、すごい土台が他のに比べて分厚いから、なんだろうね、かまぼこに乗ってるみたくなっちゃうんだよね。この辺ね、八九時とか、後ろですね。後ろにね、カレンちゃんとかね、いろいろいますけど、まあ、やっぱ、ボス、荒垣くんもちゃんといますから、これ、なでこ。いやー、これいいね。よいしょ。ベッドの上以外に座ったらダメ。なんで顔だよ。はい、そんなわけで西尾維新プロジェクト偽物語スピーコットより戦国なでこ出ましたという動画でした。バイバーイ。